頑張った。かわいい、ありがとう。あ、社会人ですね、私。そうなんですよ。ね、学生卒業したから社会人になりますね。こんばんはです。かわいい子発見ありがとう。お疲れ様です。あ、来週の火曜日、公演当たった？え、ありがとう。カエルカチューシャ、買ってくれたの？おそろやん。いや、こちらこそです。来てくれてありがとう。で、そんな中でも配信してくれるはるちゃんに感謝ありがとうって。あ、こちらこそです。ね、ちょっと予定ではね、10時にはね、お家にいる予定だったんだけど、あ、無理だった。で、ね、またね、あの、なんだろう、11時ぐらいになっちゃうかもしれなかったから、みんな夜更かしは目だからね、ちょっとレッスン上で少しだけ配信ということでね。今日もゆっくりおねんねしような、みんなで。レッスン終わりにありがとうって。あ、こちらこそです。ブザビートありがとうね。ビブスは新鮮ですよね。周りね、そう、誰、あの、今ね、いないわ。今は誰もいない。え、怖い。18日わけあってキャンセルしたけど、25日のパーティー当たったよって。 ありがとう、楽しみですね。一緒にパーティーしようね。そう、10時って言ったのに11時になったらさ、それこそみんなどうしたんだろうって心配になるじゃん。みんな、あの、はるちゃんが配信するって言ったら帰っちゃいましたね。多分帰ったんじゃないですか。おつちゃんです。沼にはまりに来ました、ありがとう。カエルカチューシャデビューね、いいね、かわいい。25日ワンちゃんだったのに仕事の交流会ぶち込まれてノーちゃんになってやんだって。やだー。うん、ね、ノーちゃんになって、やまないで。や、あの、やんじゃったら私もやんじゃうから、一緒にやんじゃう。かわいい子発見ありがとう。気をつけて帰るんだよって、ありがとう。ね、帰っちゃいましたね、多分帰ったね、いないと思うね、レッスン中にはいない。25日フルちゃんなの？え、来れるっていうことこれ。いいね、嬉しいよね。かわいい子発見ありがとう。一緒に病むのありなの？やだね、病まないでね。こんばんちゅんです。かわいい子発見ありがとう。パーティー参加するのは6月までお預け、つらいってね。みんな来てね、待ってるよね。平日難しいですか ね、来月なの？みんなまず18日からやねってね。あさってですね。こんばんは。あ、ちゅうちゅう帰るよ、帰るけどね、あの、配信、できるかなって思って、夜遅くなりそうだなって思って配信やってから帰ることになりました。かわいい子発見ありがとう。パーティー行きたいけど学校って。あ、学生さんね。じゃあ学校がお休みの日に待ってますね。6月土日入るかな。25日休みだから公演前、はるちゃんの聖地巡りだなって。え、公演来てくれるの？ありがとう。沼にはまりに来ました、ありがとう。平日むずいけど公演がないからしゃあないって。え、でもありがとうね、嬉しい。6月はあの、休日あると信じてます。めっちゃお腹鳴ってるんだけど、
21日のオンラインだけが俺の生きるモチベなの。いや、でも21日楽しみだね、オンラインおしゃべり会。でも生きるモチベってなんか、おね、私もそうかもしれない。それまで、いやでも18日とか会えるか。私は今日さ、はるちゃんおにぎり1個とアイスしか食べてないの。朝ごはんというか昼ごはんにアイスを食べて、朝昼ごはん兼用でアイス食べて、今日はスーパーカップのチョコのあのクッキーのやつ、クッキーチョコチップなんだろうあれを朝昼ご飯に食べて、で5時ぐらいにおにぎり1個食べた。だからめっちゃお腹空いちゃったもん、レッスンでお腹空いちゃったよ。でいやダイエットじゃないよこれ、ダイエットしてない。ダイエットしてたら普通にあのアイス食べない。違う、普通になんか朝全然食欲なかったんですよ。でなんか暑くてさ、なんか食欲なくて、え冷たいもの食べたいって思ってアイス食べたらお腹満腹になった、アイスだけで。可愛く発見ありがとう、可愛いありがとうね。みんな病まないでね。仕事的に平日とか関係ないけど、たまたま全く予定が合わずって。そうなの、ね、でもじゃあ違う日にちの家に来れるとして待ってますね。こんばんは、パーティーのコール明日は思い出しておくってね、私も初めましてなので緊張ですね。で新潟、あ今日暖かかったね、そうだからかも。あ今日私服じゃないですね、レッスン着です。運動しやすい格好ですね。今日はレッスン場からお疲れ様です。6月3日4日だね、あるならって。早くて土日ですか。確かにおにぎりあと5個食べなきゃじゃんって。えでもねおにぎりね、そのね6個はね完食したんですよ。もうもともとあのママちゃんとかと一緒に食べて、でも今日は食べて帰る。カチューシャ今日来たのね。このあと松屋でキムカル丼食べるはるかちゃんの姿があってね、ありそうだね。ね全然食べてない今日。春バテとかあるの今日暑かったからバテたのかもしれないね。はるちゃんです、しっかり水分補給してくださいってありがとう。今日暑かったよね。明日30度超えるの？やば。ね、新作のガリガリ君の案ね、全然ピンとこないんですよ、全然。なんかみんないい案ないですか？ね、納豆は必ず入れないといけないかもしれない。で、昨日納豆食べた。あの、納豆の話してて、なんか食べたくなっちゃって、あの夜食べちゃったその後ね、納豆だけ食べた。こんばんは、病むときは徹底的に病むので察してくださいって。え分かった、察しとくけど、ね、病まないでね。病んだときにははるちゅんに会いにおいで、会いに来てね。ね、はるちゅんがその闇をもらってあげるからね、癒せるかどうかわかんないけど、まあ
癒しのハルチュンになってあげようじゃないか。で、出勤前の飯、ご飯となめこ汁って、あ、いいじゃん、なめこ汁いいな。婚姻行くために会社辞めるかって、やばいやばいね、辞めちゃうの。明日27度、暑っね、アイス食べたいくらいですね。こんばんは、明日もっと暖かいの、暖かい、暖かい。沼にはまりに来ました、ありがとうね。今日暑かったよね。明日群馬とか36度予想、信じられない。36度、もう夏やん、暑すごい。自己主張の激しい私服なのかと思ったって、あ、これですか。全然私服じゃないですね。レッスンの時はビブス着てるんですよ。多分あの動画とか撮る時に見やすいからじゃないですかね。わかんない、なんでだろう。こんばんは、ね、やだね、明日暑いの。このビブスね、販売されるのかなね。手書きで書いてあげよっか、じゃあはるちゃんが。ビブス皆さん、あの自分であのちょっとご購入いただいて、はるちゃんが書きますわ、じゃあ名前を一人一人にね。ガリガリ君配ってたのね、私の母と父がもらってた。こんばんは、来てくださってありがとうございます。早速闇をもらってくださいって。わかりましたね、みんなの闇をもらいすぎてはるちゃんがめっちゃ病んでたらどうしよう。闇をもらう。ね、納豆の話してて食べたくなるって、納豆食うって、納得ですか。やばい、うまっ。はるちゃんに会えなくて病んでますか、これ。病んでる、これね。ちょっと会いに来てよ、会いに来てよ。え、おしゃべり会受付中ですよね。6月待ってます。オフラインおしゃべり会、闇をもらって闇はるちゃんにね、闇はるちゃんになったらどうしよう。やばい、どんな感じになってるのかな。こんばんは、ガリガリ君のなめこ味、え、ちょっとなんか不思議な味そう。可愛い子拝見ありがとう。なんていい子や、やっぱはるちゃん押してよかったって。ありがとう、嬉しい、ね、ちゃんと名前がプリントされてるんだねって。あ、そうですよ、そうね、南かはるか、これ一人、あの一人一枚、何、1ビブスありますね。 NMB でメンバーの名前入りビブス出たことあったからなって。え、なんかさ、他のさグループさん、なんかどこだっけな、なんか NMB さんも売ってたけど、どこだっけ、なんか売ってるところを、なんか、え、ビブスだっけ、なんか売ってたの見たことあるな。ね、名前書いてあげる、はるちゃん手書きで、ね、手書きの方が需要ある。え、ありがとう。ね、明朝体がいいの。やばい、ね、ちょっと明朝体ちょっと書けるかな。そんなうまく書けないかもしれないけど、まあ書きますわ。ね、明朝体か、ちょっとそういうリクエストあるんだね、オフラインとかでサイン会、ね、いいですね、楽しそう。それはビブスは皆さんで用意していただいて、私が手書きで書く。10月いっぱいまで声含めて会えない確率高いけど忘れないでねって。あ、全然忘れてないので大丈夫です。あの
大丈夫です、全然。これで10年後に、10年後に会いに来ますって言われたらさすがに忘れてるかもしれないけど。ねえ、大丈夫よ。待ってます、いつでも。で、6月も行きますって、ありがとう。可愛く発見ありがとう、こんばんは。で、最近運がないんですか？はるちゃんも運がない。可愛く発見ありがとう。沼にはまりに来ました、ありがとう。もえもえじゃんけんでビンタしてもらいたいから申し込むって。で、萌え萌えじゃんけんでピンタ しちゃう。で、暗闇求む好きなハルチュン、ハルチュンらしいねって。え、でしょ。で、暗闇求むめっちゃ好きですね。萌え萌えじゃんけん確定ってことはメイド決定ですかって。え、メイドね、メイドさんが一番リクエストが多かったので、メイドさんは確定なんですよ。ね、でもポリスとチャイナが今めっちゃなんか同じくらいなんですよ、人気が。それで迷ってる。チャイナ対ポリスですね。チャイナとポリスが戦ってる、これ。で、メイドはなんか分かんないけど、もえもえじゃんけんって言ったら圧倒的にメイドさんが人気になりました。あ、クレープね、いちごの花束のやつです。いちごがパカーってなんかめっちゃいちごだけが入ってるやつね。それ食べました。10年後にまた会おうって。10年後にまた会おう。ね、今さ、声出ないんだよね。なんかね、喉の奥になんかがいる。やばい、直さないと。ね、10年ザクラじゃなくて10年はるかになっちゃう。そう、コスプレね、1種類は決まった、メイドさん。もう1種類がまだなんだよね。10年くらい覚えててよって。 分かったよ。オフライン追加したら劇場行けるか微妙になったって。微妙？いや、ポニテ可愛いってありがとう。喋り方が落ち着いてていいって。え、ありがとうございます。てかさ、ごめんね、今 iPhone でやってるからさ、コメントがね、3つしか表示されてないんですよ。で、3つなんですけど、なんか南川さん、南川遥さんによって固定されてるさ、コメントをさ、がありまして、なんか2つしか読めない、なんか2つしか流れてこないんだけど。 コメント2つしかさ、めっちゃね、めっちゃ拾えてると思わない？コメント2つしかさ読めてないの、これ。ね、メイドさん写真申し込んだよって、可愛すぎるって、ありがとう。ね、すごいよね、はるちゃん。で、ちょっとコメント読むの得意かもしれない。なんか覚えてる。目で表示されたのを覚えて、読んでるんですよ。すごい、本当に。2つしかコメントない。ごめん、ごめん、ちょっと全部拾えないよ、これ。ね、ごめんね、ちょっと。ね、チャイナポリスで、え、チャイナとポリスを両方着ちゃう？ね、よく分かんなくなりそう。上がポリスで下がチャイナ。ね、あ、意図的にじゃないよ、全然。そう、意図的にじゃない。え、携帯ラグってきたんだけど、これさ、もしかしてさ、充電ない？これ。ね、明日食べてくる？え、ありがとう。推し飯っていうことか。ね、いちごのお花のクレープですね。そう、チャイナで決まりですか？ね、可愛く発見ありがとう。ね、喉の奥に何かがいるよって。
長いな、長いな。はるかがいるよって。ね、すごい。動体視力バグってるよ。ね、ごめん、コメント飛ばしてるわけじゃない、全然。2つしか表示されないんですよ、これ。運よく会いに行けるとしたら内緒で行くわって、分かった。ね、でも見つけられる自信しかないかも。ね、拾えすぎててる。いや、ありがとう。ね、あ、普段から全部拾わなくていいの？ありがとう。どっちも着ちゃいなよって。ね、みんな 上だけ、あ、上がポリスで下がチャイナにする。なんかすごい変な人になっちゃいそうだけど、半分半分で着ちゃう。あ、右がポリスで左がチャイナって、あ、それはちょっと難しいかもしれない。よく分かんなくなりそう。おしべとめしべ。ね、すごいいい曲ですよね。私やりたいんですけど、なんかあの荻生花さんの卒業コンサートで、あれ？卒業コンサートでしたっけ？あれ？そうだっけ？なんか、リカさんとやってたじゃないですか。リカさんだっけ？待って、記憶が今飛んでってる。待って、合ってる？ね、私がおしべじゃない？ねえ、こんばんは。今日はスポーティー南川です。振り向いたらはるかがいるよって。長く ねえ、推し飯は、はるかとなっちゃんかな。なっちゃんに断られそう。 ねえ、私はスイスイを狙ってますね。スイスイがもし断るんでしたら、はるちゃんは、スイスイ断るんなら誰だろう。 2番作らないでって言われちゃった。え、誰かやってくれるの？ しょうがないなって言ってるでしょ、これ。しょうがないなって、あ、やってくれるっていうわけですか？ やばね、え、めしべになりたくないって。私、おしべになりたいので、めしべを誰かに託す。夜勤の休憩時間が終わるので仕事に戻りますって言ってらっしゃい。お仕事頑張ってください。ね、滑り止め誰だろうって。ね、滑り止めはやばい。じゃあ、誰だろう。でも、木本もいいかもしれない、相方として。あ、すもちゃん。あ、すもちゃんめっちゃ似合うやん。やだ。ね、スモちゃん絶対似合うやん。ちょっと見たいんだけど、嫌だ。嫌だって、やりたくないっていうことじゃないよ。嫌だの嫌だだよ。ね、スモちゃん絶対似合うやん。いや、想像しただけだよ、これ。もう本当に似合う。もうやってほしい。私相方じゃなくていいから、スモちゃんやってほしい、これは。ね、見たい。ね、私の相方じゃなくて見たい、本当に。すもちゃんいいかも。可愛い子発見ありがとう。ありがとうございます。ね、あ、帰るの遅くなると危ないから配信ほどほどにねって、ありがとう。ね、ほどほどに。中高頑張ってるねって。 ありがとう。ね、嬉しいですね。ね、
相方どなたでもいいから見たいって、ポシベ、ポシベでいいんじゃない、ポメシベね。なっちゃんが無理だったら、あの木本はノリノリでやってくれそうだから、木本、うん、一回なっちゃんに言ってみよう。でも私あのなっちゃんと一番やりたい曲があって、これはなっちゃんにも言ったことあんまりないけど、え、あったっけ、言ったことあるっけ、あの手もでもの涙をなっちゃんとやりたい。ゆなちゃんノリノリで一人二役やりそうってわかるわかるね、一人二役はわかんないけど、なんかゆなちゃんはノリノリでやりそうね。ちばちばの涙ってね、手もでもね好きなんですよね、私すごい好き。それでは出勤するからまた寝て、また来てね、お仕事頑張ってね、ありがとう来てくれてね。皆さんは何のユニットが好きですか。あ、ユニットじゃなくてもいいですね、全然。何が好き、ね、手もでも私結構好きなんですよね。あ、左腕好きなの、知らなかった。我が身とプライドですか、好きなの、ラスベガスも好きなの。あ、公演曲でも何でも、なんか好きなユニットとか、なんかいろんなのないですか、うん、で、わがままとかでもいいんじゃない。わがままなっちゃんとやってたらどうする。わがままなって、なんかめっちゃ携帯ラグってんだけど、どうしよう、今びっくりした。私さ、こうやってさ、書いあのやっただけなのにさ、ここ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 ってなってた、ね、びっくりした。隣のバナナ好きなの、え、めっちゃ隣のバナナって言われてる。とりあえずくるくるパーやっときますって、なんかその絵文字なんかつぼるな。で、虫バラもね、ホテルのおニューの上履き好きっすって。あ、そうなの、知らなかった。なんかみんないいですね、なんかみんなが言ってくださった曲いつか披露してみたいな。涙の表面張力、あー、わかる、あー、わかる、いいね、いろんな曲ではるかちゃんのパフォーマンス見てみたいね。ちょっと披露してきたらいいな。空き缶ね、いいね、はるちゃん、ゆきりんさんすっごい歌声好き、ね、すっごい好き、本当にかっこよくない、本当に本当にもう目の前で聞きたい歌声をあ、ゲス好きなの、ね、いいよね、ゲスもやりたい。すごい、ね、カラオケでリクアワですか、ね、ありかもしれない、ね、NGT さんもいつかリクアワしてみたいですね。かわいこ発見ありがとう。ご機嫌斜めなマーメイドの衣装が好きってえ、なんかその、え、その絵文字初めて見た、そんな絵文字あったの、え、マーメイドやん。
蒸発した水分よ好きなの。蒸発したスイスイ。ね、スイスイのあの歌声忘れられないんだけどさ、めっちゃ惚れたね、あの歌声。なんか透き通った歌声いいなって思った。なん、え、待って、推し編って書かれてんだけどね、推し編仕掛けたってなんやねん。あ、やばい、危なかった。じゃあちょっとはるちゃんも蒸発した水分歌ってギャップを見せたいですね。あ、ちょっと一生はるかだわって思わせられるような歌声になるわ。じゃあの作り方聞いてみたいですか。ね、ね、いつか披露したいな。ね、いろんな曲披露したい。ね、空き缶ね、私も好きですね。わかる。好きよ。ね、嵐の夜にはとか似合いそう。照れるね。日暮らしの恋、一番好きなユニット曲です。チュンコに似合う。チュンコに似合っちゃう。なんか嬉しいね。ツンデレ見たい、見たいな。ワルキーだと何になるかなって。え、私ね、ワルキー披露したいですね。あのワルチュンですね。ワルキーじゃなくてワルチュン。ね、ハルキーやだ。ハルキーいそうね。やだ、ハルキーやだです。ワルチュンがいい。あ、メールね、忘れないですね。今ちゃんと時計見て。ロドスも好き。わかるね。ワルチュン、ワルチュン可愛くない。ワルチュンって可愛い顔。キャンディーも見たい、ね、いいね。みんないつか披露したい。ワルチュン悪い顔してそうってね。ワルチュンするために私ね、ずっと前から練習してるんですよ、一人で。あのちゃんと手振りもちゃんと練習してるんですよ、一人で、お家で。あのいつか披露するかなって思ってどこにも披露する機会ない ね、全然。あのなんかあれなんですよ、あのパパチュンとママチュンがあのワルキー好きなんですよ。そう、パパチュンとママチュンとか、あ、なんか姉ちゃんも好きですね。もう家族好きなので、だからパパチュンのワルチュンはちょっと見たくないなそう、だから私はいつか披露するためにあの練習してますね。結構筋肉触ってくれるんですかってね。筋肉ちょっとみんながね、上腕二頭筋ちょっと見せてくれたら私触りますわ。シアターの女神、声声好きだからやってほしいなって。いいですね。ワルチュン見れるまでオタク頑張りますってね。ワルチュン見れてもあれですよ、あのね、もうそれで終わりじゃないからね。全然見せられるものないのね、今。え、待って、15分のテロップって出てる、これ、もしかして。え、これね、私もちょっと鍛えとこうかな、上腕二頭筋。え、30分以上やってんのこれ。え、私テロップ出てないんだけど、携帯。え、私の携帯だけ出てないの、やばね。ええ、テロップ出ました、みんな。え、出た、とっくに立ってるの。え、
私出てないんだけど、え、大丈夫これ。チュンズデイテイ、全然知らなかった。いや、もう15分、え、出てないこれ。今10時48分じゃん。メール送れなくなっちゃうわ、15分したら。あ、確かに2つしか出てないからね、こそコメントに集中してた。コメントしか読んでなかったわ。え、私11分、え、やばい、え、それはやばい。私15分までって言って15分やったら終わらせようとしてたんだけどさ、やばいね、30分以上やっちゃってるじゃん。やば、今私びっくりしてる。ね、軸歪みすぎてるわ、ね、まあいいやね。じゃあちょっとランキング読んで帰らないと。帰ってご飯食べる、お風呂入って、メール送れるかな。ちょっと帰らないと、帰らないとですね。ね、ママチュンにもさ、15分配信やったら帰るねって言ったのに、あの詐欺しちゃいましたね。休んでって、ありがとう、気をつけて帰りますね。ご飯も食べる、お帰りって先にね、メールを送りながら帰ります。じゃあちょっとランキングいきます。やばい、あと10分ぐらいだよね。メール、こんばんは。ね、私帰りたくない、帰らない、ダメだ、そんなことできない、気をつけて帰るわ。それでは、13位からいきます。13位ケンジチュン、ありがとうございます。12位ギバチュン、ありがとうございます。11位マッチョチュン、ありがとうございます。10位南川ゴーチュンのマチュン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 、ありがとうございます。9位パンダの帝王チュン、ありがとうございます。8位ノムさんのマチュン、ありがとうございます。7位トムチュン、ありがとうございます。6位リュウチュンズチュン、ありがとうございます。5位境沼秀一チュン、ありがとうございます。4位チーボーチュン、ありがとうございます。3位ヨシチュン、ありがとうございます。2位ビールボラチュン、ありがとうございます。そして第1位はトゥルルルルルルユキチュンです。ありがとうございました。お疲れ様って、ありがとう、ね、皆さん今日も夜遅く配信ありがとうございました。また明日はね、あのちゃんとね、あのね、夜できる気がするので、明日は予定は今のところないので、明日はいい感じにできそうですね。ね、気をつけてねって、ありがとう。皆さんもいい夢見てね、気をつけて帰ってねって、ありがとう。癒されたって、ありがとう。 Love you、 癒し届けます、皆さんに。またね、ね、気をつけますよ、全然。ゆっくり休んでねって、ありがとう。おやすーって、おやすー、おやすみー、おやすみー、バイバイ、またねー、バイバイ、おやすみ、なみかわ、バイバイ。